もしもし町山さん。もしもし。はい、もしもし町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はね、日本に戻られて、はい、デカすぎウィーク、はい、お疲れ様でした、はい、どうも、あの山下さんありがとうございました。あの娘喜んでました。お土産よかった。アマちゃんのね、いろいろお渡しできて、はい、くじで、あの特にね、あのミサンガ買ってきてくれたじゃないですか、はいはい、あのちゃんとあれが入ってる、あれクジラ琥珀が入ってる、はい、はい、あのもう貴重だからつけないって言ってました、うん、あら、そこまで喜んでいただけたら嬉しい。だってもう夏休みの自由研究をね、アマちゃんをテーマにですね、クジのこと書いたっていうぐらいのお嬢様でしたから、大喜びしてました。よかったです。そして町山さんはそう、はい、日本に戻られた時に、あの映画の凶悪もご覧になったと伺いましたけれども、はい、凶悪すごい映画なんですよ、うん、ご覧になりました？はい、見させていただきました。僕まだ見てないんです。ピエール滝さんもね、知ってられてます。これあのソロシオン監督の冷たい熱帯魚系の、はいはい、実話の殺人、連続殺人者の話なんですけど、うん、殺すあの殺人者の人がですね、うん、寿司屋の梅さんですよ。そうなんですよ。アマちゃんではね、寿司屋の梅さん優しい大将。冷たい熱帯夜はデンデンですけどね。デンデンさんね、うん、組合長、ね、はい、どっちもアマちゃんのいい人ですよ。そうアマちゃんのいい人は外行くと悪いことばっかりしてるんですよでどんな寿司だ食べさせるんだかって怖くなりますけど、また悪かったですもんね。そうピエール滝さん、 なんか言ってました？滝くんはもう滝さんとはね、その話でもそれがね、滝さんがあのあまりにも自然体というか、はい、ねえ、本当になんか私も何回も言ってるんですけど、自前じゃないかな、あの服っていうぐらい滝さんが似合ってるセーターとか似合っててすごいセンスのあるヤクザの服じゃないですか。でもっと自前なのかあれ。 でもあまりにはあまり役と言いますか、うん、もうなんか、ね、ええー、でも滝君はってところあるけど、はい、滝君がやってる役は、はい、ものすごく人を殺すんだけど、でもそれでもまだ結構普通の人のところが残ってるんですよね、はい、の中で、はい、そう完全に人間の心がない、なんていうか全く人を殺すことに何の感情もない人間がリリー・フランキーなんですよ。そうなんです、リリーさん先生でしょ。先生ご飯を食べるように人を殺すんですよね。そうそう、笑いながら。僕は原作の方は、原作っていうか元の本の方は今読んでるんですけど、はい、それ相当怖いんですけど、あれも東京タワーとおかんのリリーさんはどこ行ったっていうぐらいね。ねえもう本当に何の感情もなく人をさらっと殺す人なんですよね。それも何人も。そうですよ。リリー・フランキー会うと怖いですよ。会いました、最近。あの先週ね、玉結びにゲストで来てくださって、うん、その時は下ネタばっかりおっしゃってましたけどね、はい、あの映画見た後で会いました。はい、あ、怖くなかったですか？怖かったんですよ。しかもね、滝さんと揃い踏みでお会いしたんで、わー、今日は私ね、どっかその後連れて帰ってこないと死体出てこないですよ、それ赤井さんの。そう映画の中でされませんでした。いやでもね、もう本当その感じ、ちょっと距離置かないと大丈夫かな、この二人っていう。赤井さんサインくださいとか言って、なんかあの書類にサインさせられませんでしたそういう悪いことですね、土地を取るためとかね、土地を取るためにね、そう、殺させますよ、本当に。本当本当、町山さん、町山さん、どっかで飲んでたら怖いもんね。しょっちゅう飲んでるけど、あの二人一緒にね親友ですからね、めちゃくちゃ怖くて誰も近寄らないと思いますけどね。町山さんがあのスクリーンの中と外の区別がつかなくなってきてしまってる僕全然つかないです、普段から、はいということで、凶悪今公開中ですよね。はい、そうなんですよね、うん、はい、もうアマちゃんファンの人はぜひ見ていただきたい。よくわからないですけど、混乱します。別でさ、梅さんとは全然違います。はい、あとね、今週末ね、結構、はい、あの見てほしい映画何本か公開されるんですけど、はい、あのソノシオン監督の、あの地獄でなぜ悪いもの、はい、公開されるんですけど、はい、まだご覧になってないですよね、はい、まだ見れてないです。もうとんでもないバカ映画ですからね。そうでしたね、ご覧になっていただきたい。そうだそうだ、見てて本当にひどいと思うけど、ほとんど実話っていうところがそれがすごいですよね。ねとんでもない内容ですよ。ヤクザさんが映画を撮ろうって思い立つっていう映画でしたよね、うん、はい、っていうかもうそれ自体が別に映画界では普通のことですから本当に普通のことなんでね、そういう方がちょっと関わることが、なるほどなるほど、全然当たり前のことなんですけど、うん、まあ、ただ その中にね、あの子役アイドルが入ってきたりね、うん、してめちゃくちゃブルース・リーが入ってきたりしてですね、めちゃくちゃになってくる映画が、まあ、地獄でなぜ悪いですけどね、はいはい、絶対にすごい批判が来ると思うんですよ、うん、映画を撮るために命を懸けるとか死ぬとかね、うん、そんな大げさなって言う人がね結構いると思うんですけど、いるんですよ本当に平気で死ねる人たちが、
その詩をはじめとして、うんうんうん、もうね、もう本当にね、天国に行きたい、私は死んで天国に行きたいと思ってる人たちには分かんないかもしれないですけど、映画を撮るためだったら地獄でも行く人たちがいますから、地獄でなぜ悪いってことですね。はい、今週末公開で、あの、はい、友近、あのさんも素晴らしい演技してますけどね、あの、僕友近に会って話聞いたら、うん、もう本当に素のままで楽しくやれたわって言ってました、はい、楽しくやれたって大量殺人してますよ友近さんどんなこと楽しくやってるんだっていう、ね、素のままで楽しくやれたっていうのはそれなんだ、あいつ怖いなどうなんですか、それが素なのかって思ってますよね、そうそう、血の海じゃないかって思いますけど、はい、あともう一本ありまして、はい、今週末に公開の映画でクロニクルって映画があるんですよ。クロニクル、はい、はい、これあんまりあの宣伝されてないんで分かんないと思うんですけど、はい、これ僕あのもうだいぶ前にあの、うん、もうこれベスト10に入れてね、うん、大絶賛してた映画なんですけども、公開がすごく長引きあの遅れましてですね、やっと東京限定で、今週末から公開になったんですけど、これね、クロニクルっていうのがすごく面白くて、普通の高校生がある日突然その、まあ、あるきっかけで超能力者になるんですね、うん、はい、で最初何してるかっていうとスカートまくりとかしてるわけですよ、超能力でまあそんなことしかそれかい超能力使ってやることが、はい、そう、それがどん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 パワーがアップしていって、もう最後の方はですね、自動車とか空に放り投げたりですね、戦車を放り投げたりするぐらいの力になってくるんですよ、はい、でそれを普通 の, その映画として撮ってるんじゃなくて、高校生たちがそのスマホとかビデオでこう撮りますよね、互いに今みんなね、はい、あのそれでだけで映画を作ってるんですよ。ちゃんとしたカメラを使わずにってことですか。ちゃんとしたカメラを使わないで高校生が撮ったビデオで作ってるから、本当にあったドキュメンタリーのように見えるんですよね。はあ、だから最初はすごくちっちゃい超能力なんで、その車をちょっと動かしたりとかだから、はい、あのリアルなんですけど、それがどん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 力が強くなっていくのもそういうビデオで撮ってるんで、うん、本当に起こったことのように見えるっていうね、本当によくできた映画で、もう低予算でスターも出てないんですけど、このクロニクルはもう絶対おすすめですんで、もうぜひ今週末ご覧になっていただきたいと。いいですね、見に行きます、はいはいはい、ということでね、はい、で本題に行きます、はいはい、アメリカではですね、この間ちょっとあの、非常に歴史的なことからですね、50年経った、ということで記念のイベントが行われたんですね、うん、はい、ちょっとその音楽を聴いていただきたいんですけど、かけられますか、すいません、はい、ね、この歌は We Shall Overcome という歌なんですね。なかなか高らかに歌ってらっしゃってね、はい、この歌はですね、いつの日か我々は必ず勝つって歌なんですよ、うん、でこれはですね、1960年代にあのアメリカ全土でですね、ある運動のためにみんなが歌うようになった歌なんですね、うん、これを歌いながら行進するんですけれども、これはね、黒人の人権運動の、まあ、テーマソングだったんですよ、はい、それは1963年にですね、ワシントン大行進というのがありまして、はい、あの黒人解放運動家のマーティン・ルーサー・キング牧師がですね、はい、あのそう、首都ワシントンにあの、まあ、3万人を集めてですね、人種差別撤廃を訴えたと、うん、いうことがあって、それから50年経ったんで、8月のですね、26日かなに、あのそれを記念する50年目を記念する式典が行われたんですね、うん、ありましたね、はい、でそれまでですね、その1963年まではですね、黒人の人たちはその南北戦争で奴隷から解放されたんですけど、それから100年経っても、はい、前も話したんですが、あの42って映画の話でね、100年経った1960年代もまだその南部では、アメリカの南部では選挙権なかったんですよ。選挙権もないだけじゃなくて、バスなんかもその白人席と黒人席に分かれてて、レストランも白人席黒人席、トイレとか水飲み場全部白人席黒人席に分かれてて、黒人の人はその白人席に座るともう逮捕されたり、その場で袋叩きにあったり殺されたりしてた時代なんですね。でこれなんかちょっと衝撃的なのは、僕が生まれた後なんですよ。そうですよ、山下さんとか赤井さんとかは生まれる前の出来事ですけど、はい、僕は生まれてからしばらくもそういうふうに黒人の人たちを殺しても罪にならなかったりとかね、うん、してたんだなと思って、結構衝撃なんですけど、僕の年齢からすると、はい、でそれが1963年にそれを撤廃しようということで、更新があったんで、その50年目に、式典とですね、今日紹介する映画が公開されたんですね、うん、
で今日紹介する映画はザ・バトラーと言います、うん、はいはい、これバトラーって羊って意味ですね、はい、今あの水嶋博さん主演であの黒羊っていう映画がね、はい、作られてあの漫画の黒羊って当たってますけど、はいはい、こっちはあの黒人羊です。黒羊ってあの、うん、漫画の方がちょっと違うんです。かっこいいなんかね、そう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 、イケメンの、はい、こっちはですね、うん、こっち の, あの黒人羊はですね、うん、あのフォレスト・ウィテカーっていう俳優さんで、うん、あの鶴瓶さんに非常によく似た人ですね、顔が。水嶋ひろに対抗しても、そうそう、なんかホッとする感じなんですよ、うん、本当に、うん、はい、あのね、映画なんかでも頼りになる男としてよく出てくる人ですけども、あのやっぱり羊となるとね、何でもこう有能にやっていただかないとっていう感じですもんね。そうだからみんな の, あ の, その、まあ、大統領の羊だった人なんですよ、この人は。はい、でしかもですね、1950年代からですね、はい、1986年まで34年間もホワイトハウスで執事を務めて、うん、8人の大統領に仕えたという実在の人なんですよ、この人は。実在の人、8人の大統領に、はい、8人の大統領、トルーマン大統領からレーガン大統領まで8人に仕えたんですね。で、あの途中から執事長になってですね、うん、そのホワイトハウス の, そのいろんなその料理であるとか、あの掃除であるとか全てを仕切る、あの、まあ、その長になった人なんですね、うん、でこの人はあのセシル・ゲインズっていう実名の人なんですけれども、うん、この人の伝記を元にした映画がこのザ・バトラーなんですよ、うん、はい、それを、まあ、フォレスト・ウィッカーが演じてるんですけど、うん、この映画の一番のポイントはこの人がですね、まあ、ホワイトハウスで執事を務め始めた頃は1952年なんで、まだ黒人は選挙権もなければもう人権が認められてなかった時代なんですよ。そこから始まって、そのアメリカの大統領が次々にその人権を認めるような法律を作っていくんですね。少しずつ少しずつあの黒人の地位があの、まあ、平等になっていくというのを大統領が決定してその、まあ、サインするわけですよ、あの法律にね。それを横で ずっと見ていた男の話なんですよ。はい、で、ね、まずこの人はその南部の人種差別のひどいところで、しかもその、まだあの奴隷は解放されてはいるんですけども、うん、まだあったんですね、プランテーションと言われるその黒人を働かせる農園は、はい、要するにわずか少数の白人が地主として黒人たちをこき使っていたところがまだ残っていて、で、まあ、安い給料で働かせてたんですけども、そこで生まれて、そのお父さんとお母さんがいなかったんで、その、まあ、この映画の中ではお父さんもお母さんも殺されるっていうふうに描かれてるんですけど、お母さんはね、あのレイプされて頭がおかしくなっちゃうんですけど、これね、お母さん演じてるのマライア・キャリーなんですよ。マライア・キャリーがただのおばちゃんに演じてるんですよ。あのマライア・キャリーが、あのマライ、いつもゴージャスのマライア・キャリーがね、ちょっと華やかですもんね、超ゴージャスな、はい、やりすぎなぐらいゴージャスなマライア・キャリーがこの映画ではノーメイクでおばちゃんやってるんですけど、はい、あ、本当だ。あのこれね、この監督のリー・ダニエルズってこの映画の監督がもともとプロモーションビデオを撮ってた人なんですね、はいはい、それでマライア・キャリーと仲良くて、うん、あのこの人の前の映画、リー・ダニエルズの前の映画プレシャスって映画でも、うん、マライア・キャリーはノーメイクなんですよ。あ、農場で働いてる写真がありますけど、確かにね、割とあっさりした感じに、はい、普通のおばさんです、はいはい、でもやっぱりだからこれ見るとやっぱり人間化粧すれば誰でもある程度かなりいけるんだっていうね、あの人はね、うん、頑張ればどうにでもなるって思うんですけど、そうですね、化粧マジックっていうのありますからね。化粧マジックはよくわかるんですけども確かに、で、まあ、その主人公はですね、そこで、まあ、子供の頃からその邸宅で働かされるようになるわけですよ、その白人の下で、はい、でこれがもうやってられないってことで逃げ出して、それで、まあ、ホテルでですね、給仕とかをやるようになって、そのバーテンとしての能力とか掃除とかですね、ありとあらゆるその羊としての必要な能力を一人で身につけていくんですね、主人公は、はい、で、まあ、ホワイトハウスの方で募集してたんでそこに入っていくんですけども、うん、これちょっと面白いなと思ったら、ホワイトハウスっていう名前ですけれども、はい、働いてる人たちはみんな黒人なんですね、これね、知らなかったですけどね。あ、そうですかね。はい、厨房とかその、まあ、あの要するに掃除してる人たちとか全員黒人なんですよ、この映画だと。はい、で
そこで、まあ、彼が働いてですね、だんだん出世していくんですけれども、うん、そこでまず起こるのはですね、1957年にですね、最高裁判所が黒人と白人の学校を分けてて、その白人の学校に黒人が入れないっていうのは憲法違反であるっていう憲法判断を下すんですよ、うん、でそれまで別々だったんですね。で黒人 の、まあ、あの子供がですね、そのアーカンソーっていうところでですね、リトルロックっていう、まあ、あのなんとか州都があるんですけど、そこの高校に行こうとするんですね、はい、そうするとそれを地元の白人がものすごい暴力でですね、妨害するんですよ。黒人が白人の学校なんか来るんじゃねえ って、もう物投げるはもうめちゃくちゃなんですよ、でそれに対してですね、アイゼンハワー大統領があの軍隊を出してその黒人の子供たちを守るっていう決定を下すっていうシーンが出てくるんですね、この映画の中で、はい、でね、これアイゼンハワー大統領はロビン・ウィリアムスって俳優さんが演じてるんですけども、はい、やっぱここから始まるんですよ、黒人の解放運動っていうのは。ここまではなかったんですよ。もう100年ぐらい南北戦争で奴隷解放してからほったらかしちゃったんですよ、南部っていうのはずっと。でここから始まって、まずその政府が自分の力で乗り出していって、その南部ってのはほっといたらもう絶対に良くならないから、うん、白人が黒人を、まあ、差別し続けるから、もうアメリカ政府、連邦政府が介入するしかないっていう事態になってくるんですよ。でここですごく問題なのは、南部の人たち、南部で黒人の人たちっていうのはその今平等になりましたけども、はい、南部の人たちの自分の意思になったんじゃないんですよ、全然。ええどういうことですか。アメリカ政府は強制的に南部の黒人の平等を達成したんですよ、うん、だから今でも南部の人たちって白人の人たちはブーブー言ってるんですよ。彼ら自身がいい気持ち、心になって解放したんじゃないんですよ、全然、うん、強制的に、強制的にやらされたんで、いまだにブーブー言ってるんですよね、うん、でそれをすごく民主党がの、まあ、ケネディとジョンソン大統領がすごくその黒人の、解放運動を積極的にやったんで、南部 の白人たちは民主党から離れたんですよね。いまだに響いてるんですね。そういうことが分かるように映画作られてて、でその後ですね、今度はレストランがあってですね、レストランで白人席に黒人の、まあ、学生たちが座るっていう運動を始めるんですよ、うん、でここでその白人席に座った黒人の青年がこの、主人公の執事の息子なんですね、うん、それからその息子はどん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 その黒人を解放するための直接的な運動に参加していくんですよ、うん、で最初はその席に黙って座るとか、バスの白人席に、座るとか、そういった形 その座り込み運動で、いくら殴られたり蹴られたり唾かけられたりしても絶対に動かないっていうのを非暴力運動をするんですね、うんうん、でそこでだんだん父親の執事と対立していくわけですよ、うん、あなたはその大統領がいつまでたっても人種の平等を達成しない大統領に兵庫ら仕えてて、あんたはその未だに白人の奴隷じゃないかっていう、息子が父親に反対するんですね、うん、で僕はもう頑張って実際にその平等を勝ち取ってみせるって言って、その息子と父親が対立していくっていう話がこのバトラーの中に出てくるんですけれども、うん、この息子は実在しないんですよ。ああここは、うん、ちょっとお話として、ここは実在しないんですよ、うん、ここはすごくその監督が分かりやすく、その黒人に2つの人たちがいたと、 2種類がいたと、うん、あ、なるほど、そう徹底的に戦おうとする人たちと、うん、自分の生活を守ろうとする人たちと2種類がいたってことを、まあ、なんていうか象徴させてるんですけども、うん、ただこの執事も黙ってその、まあ、なんていうか使えながらもその自分の尊厳っていうものをその大統領に見せていくんですね、うん、立派な人間であるところ、うん、そこで次々と大統領がその、彼と話すことによって、うん、その黒人っていうのも立派な人がいるんだってことは分かっていくということで、少しずつその大統領の心を変えていくっていう仕事をするんですよ、その執事は。黒人の人への理解を深めてもらうという意味ではね、この方法というのも、近くにいていつも世話をしてくれるんだもんだって。そうですよね、うん、彼はでレーガン大統領の奥さんとかはその彼をですね、その初めてホワイトハウスの主賓としてディナーに招待するんですよ、黒人として、執事である彼を、はい、
っていうのは実際にあったことなんですけど、でそういうのいっぱいそっくりさんのですね、そのナンシー・レーガンっていうレーガンの奥さんを演じてる人はですね、ジェン・フォンダなんですよ、うん、ジェン・フォンダってのは実はあのベトナム反戦運動やってた反体制の人なのに、その人をものすごく保守的なそのナンシー・レーガンの役をやらせたりですね、すごい面白いキャスティングをしてますよこれ。ジョン・キューザクっていうその昔はイケメンだった僕と同い年の俳優がですね、あのちょっと年取ってほっぺたが垂れちゃったんでニクソン大統領を演じてたりですね、かわいそうなんですけど、そういろんなね、あの俳優さんがその次々と歴代の大統領のそっくりさを演じてるのがすごく面白いんですよ。レーガン大統領似てるんですよ。似てる、これ顔に似てる人を選んでるんですけど、俺悲しくなりましたけど、ちょっとね同い年でね、年取ると結構こうなっちゃうなと思ってね。で、あとねロックスターのね、あのレニー・クラビッツが執事の一人をやってるんですけど、やっぱり全然執事に見えませんねこの人ね。やっぱりレニー・クラビッツで、でもこんなやつじゃねえだろうと思うんですけど、そういうところも面白いんですけど、でこの映画はやっぱりこうずっと通してみると、そのこのわずか30年間の間で本当にもう奴隷同然だった黒人がですね、だんだん平等になっていって、それで最終的にはあのオバマ大統領の誕生までですね、頑張ったんだってことはよくわかるんですよ。で実際にこの執事の人はですね、90何歳まで生きたんですけど、死ぬ直前にですねオバマ大統領就任式に招かれましたね。へえ、はい、そうだったんですね。ものすごい感慨だったと思いますよ。そりゃそうですよね、まさかと思ったでしょうね。はい、8代の間に徐々に変わっていって、徐々に変わってとうとう達成したというね、感じ、非常に感動的な映画このザ・バトラーですけどもね、はい、すごく勉強になります。まだ30年間をチャッチャッチャッと見せてくれるんで、あ、そうですか、はい、アメリカの歴史はよくわかります。ということで今日はですね、ホワイトハウスに使える黒人執事を描いた映画ザ・バトラーご紹介いただきました。いや、これちょっとね、いいですね、勉強にもなるしね、っていう、そう勉強になりました。楽しくこう体制を変えたい時っていうのは、あの徹底的に戦う北風方式と実際に理解してもらう太陽方式みたいな両方があって、なんか初めて達成できるのかなみたいな気にもなりましたね。まあ、最後は息子と父の対立もね、どうなるかってところの見せ場ですけど ね、どっちかだけだと難しいのかもしれないですよね、はい、息子は途中で過激暴力組織の方に入ったりするんですよ。もう悩んで、そうですか、そういつまでたっても平等が達成されないから、はい、そういう確執も描いてます、はい、実在した人がこの本当の実は影の立役者だった人っていうね、そうなんですよ、はい、日本では来年の春公開予定です。町山さん、ありがとうございました。はい、どうもでした。